おい。すみませんでした。はい。待て！強くなった気がするぜ。なあ、うん。何から何までありがとうな、春日さん。気にするなって。いや、あんたには世話になりっぱなしだ。これはせめてもの礼だ。受け取ってくれ。あいつ一丁前に物事考えるようになってたんだな。まだまだ子供だと思ってたのによ。さっさと一人前になって親離れしてほしいと思ってたが、離れられなかったのは俺の方なのかもしれねえな。
ただいま。あ、春日さん。どうも。おう、おかえり。なんだよ、父さん。またお説教？ユタ、チャーハン作ってくれねえか。ちょっと小腹が空いちまってよ。え？自分で作れば？作ってくれよ、ユタ。俺の分も一緒にな。え？はい。お待たせしました。チャーハン2つ。お、なかなかうまそうじゃねえか。どうだかな。いただきます。うん、結構いけるぜこれ。砂糖と塩間違えるやつの料理とは思えねえよ。ちょっと成長したんじゃねえか、ユータ。ありがとうございます。なあ、どうだ、おやじさん。確かに上達はしているが、まだまだだな。ちくしょう、このチャーハン、ずいぶんとしょっぱいじゃねえか。父さん？素直じゃねえな。早速みちおくんフィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。ん？よく見たらあいつ小野みちおじゃねえ。パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんだ。あれ、みちおくんの頭についてるのって尾道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん、みっち。さあさあ早く買え、みっち。とりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、みちお鑑定士の春日さん、この間ありがとうございました。どうされました？実は今、偽みちおグッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんだって？本当ですか？ああ、場所は中華街の太陽門近くだ。みちおのパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ。わかりました、私も準備してすぐに向かいます。準備？まあいいか。とりあえず弘中が来るまで、あのパチモン野郎を見張っておこう。ねえねえ、その頭の果物ってみかんなの？あ？まあそんなもんだ、みっち。忙しいんだよ。じゃあ、あっち行って。
はいはい、見てて見てて、みっちみちおのレアフィギュアが安いよ、みっちあいつ、みちおの名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ。あのパチモン野郎、今すぐぶっ飛ばしてや。待ってください、春日さん。おう、広中か。あいつさっきファンの子供。おお、あんた、弘中だよな。今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽みちおに対する怒りが波動に目覚めた小野みちおです。みちおくんの偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、みちおくんを語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野みちおとなって、あのパチモン野郎を成敗してきます。おい、微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か。そのくらい日曜くんへの愛で何とでも補います。では、このフィギュア一つください。ありがとう、みっち。2000円になります、みっち。お嬢さん、そんなやつから偽物のフィギュアなんて買ったらダメだ、みっち。みちおくんが2人？そいつは小野みちおじゃない、真っ赤な偽物だ、みっち。あん、誰だてめえ。誰だと聞かれたら名乗ってやる、みち。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ ONO トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け、みち。ああ、何言ってんだお前。本物の尾道夫がこんなとこ来るわけねえだろ。え？商売の邪魔しやがって。おいお前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのか、あれ。ちょっと待つ、みち。やるならディベートで勝負しませんか。私、尾道の大会で4位になったこともありまして。そんなことするわけねえだろ。とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。ちょっと待って、痛い。いやいや、やめて。おーのー、広中、おい、大丈夫か？しっかりしろ！弘中、こんなになってまで道を守ろうとして。スーツだってブカブカで、ろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな。あんたや尾道の人たちの思い、俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる、道夫のことは何も知らねえ、そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ。
まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話してもわからねえ。確かに俺はゆるキャラだが、パチモン見逃せるほどゆるかねえんだよ。ふん、抜かせろ。おいお前ら、あいつぶち殺すぞ。はっ、ダスティンね、やっちゃうよ。よし、来てみろや。やめんな、やってみろ。来やがれ、手を切り。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって、強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら小野道夫が潰しに行くと伝えておけ。は、はい、すみませんでした。そうだ、弘中は、弘中、大丈夫か。わ、私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします、道夫君。皆さん、ああ、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道夫くんが偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある、道夫くんは地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫くん、さっきは来てくれてありがとう。僕本当に嬉しかった。そうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ、チャーミングなハッサクフェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾道夫だ。いいぞ道夫くん。最高。いや、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ええ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたらあのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。道夫君への思いは何よりも強い武器ですからね。
そうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫君の写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。ったく、ちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんが、よろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。なあ、頑張れよ。やはり一件落着ってところか。あれ、この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、みちおくんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノー。